マルガリータ・マリア・でボルボン・イ・ボルボドス・シリアスは、スペインの王族、スペイン王女。全スペイン王フアン・カルロス一世の妹。儀礼称号は、ソリア女公爵であるが、世襲爵位の第二代エルナに、女公爵の称号をも有している。バルセロナ白フアンと、その日、マリア・デ・ラス・メルセデスの間の次女として生まれた。先天的に盲目である。 1972年10月12日に、ポルトガルのエストリルで、医師のカルロススリタイデルガドと結婚した。マルガリータは、姉のピラールと同じく結婚に際して、多い継承権を放棄したが、継承権放棄の手続きは、現行のスペイン憲法の交付以前に行われたものであり、また、国会の認可を受けたものでもない。1979年1月6日、 ガブリエル王子の男系子孫最後の男子とされる、初代エルナニ公爵マンフレド・ルイス・デ・ボルボンイ、ベルナルド・デ・クイロスが90歳で死去したとき、遺言で、マルガリータに自身の爵位を継がせたい胸の申し出があった。1981年5月27日、マルガリータは、アニオフ・フアン・カルロス一世への承認を得て、エルナニ公爵位を相続した。マルガリータは年に、 夫ともに、ソリア公爵夫妻文化財団を創設したほか、ユニセフマドリード代表団や、スペインハート財団の代表を務めている。夫のカルロスとの間に一難一情を設けた。子供たちには、グランデの称号が与えられている。ありがとうございます。